今回は、大エンチャント大会をやっていく予定だったんですけども、レベルが足りない、エンチャント大会やってる場合じゃねえぞっていうぐらいエンチャントレベルないんですけど、まあレベル33まで、これでもかなり俺的には頑張って集めた方なんですよ。でですね、なかなか経験値集まらなくて、羊とか結構倒したりして経験値効率できるだけよくね、経験値稼ごうと思ってやってたんですけど全然たまらなくて、少しね大エンチャント大会の動画の、投稿が遅れてしまいましたということで、レベル33なんで今現在、まあこのレベルをできるだけ効率よく、まあうまく使おうってことで、今防具が、鉄装備がここにあるんですけど、まあ結構耐久力減ってきてやばいんですけど、ですね、ダイヤモンドを盛大に使って、まあ12個しかないからそんなに全身ダイヤってわけにもいかないんですけど、まあチェストプレートと、まあプレートとレギンスぐらい、まあヘルメットとか、まあ、足とか、まあどの部位でもいいんですけど、まあ作れたらなーって思って、はい、ステッチャーとかマジ一切できません、マジで。じゃあ早速エンチャントする、ダイヤ防具作っていきましょうか。じゃあね、チェストプレート作ろうか。結構命、心臓を守るところだからね、大切だよね。じゃあ早速、ダイヤ、よーし、いいね、重みがすごいわあと4つ残りのダイヤモンドあるんで、ダイヤのブーツ作ってしまいましょう。オッケー、この2つを今回は、エンチャントしていこうかなと思います。正直こんなにもエンチャントレベル集まらないものかと思いましたけど、まあ仕方ないので、2つだけエンチャントして、はい、終わりませんよさすがに2つエンチャントして動画終わりってことはないんですが、まあ他のこともやっていくので、で、まあ今回先ほども言いましたがステンチャなしということで、よっしゃ行くぜ。あーちょっと待って、ラピスラズリ忘れた。俺の願いとしては、まあ最低限耐久力とかついてほしいですね。できるだけ長く使いたいので、まだエンドラトーバスとか行く予定は、まあ行きたいっちゃ行きたいんだけどまだ行けないので、これだ、重みがすげえわ。ダメージ軽減、うお5かなこれ、ちょっと読み方わかんないですけど、ダメージ軽減5、いけ、マジか、え、マジか、ちょっとダメージ軽減しかついてないじゃないか、これ重くそ外れじゃない。よいしょ、もう一個行こう。お、まだいける、まだいける、まだいける。耐久力、おっしゃ、俺の念願の耐久力来たね。いやー、早速、まあ、拒んでも意味ないんで、いけ！え、マジか、え、そんなもん、そんなもんですか。いやー、ちょっと待て。世の中甘くないね。これはひどいな。え、もしかして、エンチャントってこんなもんなんですか？これ本当に驚きなんだ、なんですけど。これこんなもんなの？ダメージ軽減？これ5かな？あと耐久力3。こんなもんなんですか？世の中ってのは。いやー、まあ落ち込んでも仕方がないんですけど、どうしようか。あ、そうだそうだ。動画外ですね。本当は、動画内で見つけたかったんですけど、村を発見したんですよね、村を。本当にね、これは動画で見つけたかったなって思ったんですけど、まあ見つけてしまったんで、はい、新鮮なリアクションはもう取れませんけども、早速村に向かいます。じゃあまあせっかく作ったことですし、ダイヤのブーツと、チェストプレートつけとこうか。あと、ヘルメットと、レギンス。うん、これでいこう、これで。まあ悪くないね、外見は。いや、ちょっと待って、ちょっと待って。今から村行こうと思ってたんですけど、ちょっと待った。村人をこちらに連れて帰ってくる、方法が今段階ではないので、トロッコ引こうかなって最初は思ってたんですけど、それだとね、めちゃめちゃ時間かかるし、コストもやばいので、縄じゃなかったっけな、鞭じゃないし、なんかそういう感じのアイテム作ろうと思って、スライムボールね、これ。うん。なんか、たまたま湧いたスライムを倒してゲットしてるのが2個だけあるので、確か、棒とスライムボールだった気がする。うん。あー、はいはいはい、そういうことか。ですね、縄じゃなくて、リードらしいですね。あと、作り方も見てきました。俺が思ってた方法と全然違うかったわ。オッケー、これで、リードができました。これで、村人さんを引っ張ってくるというか引きずってこれば、まあ OK っていうことですね。これがまあ最後の頼みですよ。あったあったあった、ちょっと待ったちょっと待った夜ってめちゃめちゃモンスター湧くね、予想以上に。あったあったあった、
俺が言ってた村これですね。よっしゃ来た。じゃあここにいる村人さんをちょっとね、勧誘じゃねえな、ちょっと誘拐、あ、ちょっとみんな逃げるみんな家の中に逃げてくんだけど、ちょっと俺怖くないって早速ですね、いい村人さんを誘拐しましょうかね。おー、いいねこれ、白、白色の羊毛でエメラルド1個。なるほどね、これか。あ、羊毛か。まあ、羊毛確かに余ってるから、まあ使い道あるからいいんだけど、いやー、あー、石炭いいね、石炭もいいですねこれ。あ、この人は、あ、同じ人ですね。こいつか。あ、同じ感じなのか。なるほど、釣り人さんは同じ感じですね。結構俺が探してるね、村人さんは小麦でエメラルドくれる方を探してるんで。おー、いた、農民。なるほどね、農民の人が、小麦粉とか、じゃがいもとかで、エメラルドをくれると。じゃあこの人決定、うん、決定、ワンリードつなぐぜ。おいしょ、あれ、ちょっと待って、村人さんにはリードはつなげられないのか、マジか。ちょっと待って、俺のさ知識不足だったわ。あー、マジか、リードつなげらんないわ。ですね、左クリックすると殴っちゃうんですよね、シフト押しながらでも。あー、マジか、ちょっと待って、じゃあね、羊につないでみようか、このリードが使えるかどうか。ちょっとやってみます。ちょっと右クリックね、オッケーオッケー。あー、つなげられる、右クリックだ、やっぱり俺のやり方は間違ってないわ別に。いやー、やっぱり村人にはリードはつけられないみたいですね。今ね、知恵袋で見てきたんですけど、つなげられないらしいです、村人さんにはリード。なのでトロッコで地道に頑張るしかないということか。マジか、トロッコ、俺そんなね鉄ないわそんなに鉄ないよ、ここまでつないでくる。じゃあどうしようか、エメラルド稼ぐためには。いちいちこの村に来るしかないのかな。まあそれか、本当に村人をトロッコで自分の村に、村っていうか拠点に運ぶしかないのか。くそリード作った意味ねえじゃん。あ、ちょっと待った、リード作った意味なかったけど、ちょっと活用して帰ろうか。じゃあ馬連れて帰るわ馬連れて帰るわ。ちょっと白馬いたわ、なんか、うん、早そう、早そうだからちょっとこの馬連れて帰るわまあ一旦今はこの白馬ちゃん使えないんで、自分の自宅にちょっと収監しとこうかな。ちょっと待った、白馬通れないのか、もしかしてこの間ちょっと待って、もしかしてこの白馬通れないのか、ここ倉庫はどうだ、倉庫は。2マスだったら入るんじゃない。あー、入った入った、オッケーオッケーオッケー。じゃあ倉庫の2階に入れとこう、2階に入れとけば大丈夫でしょう。うん、じゃあここら辺でリード外してオッケーと。では早速、ここからまた時間のかかる作業をやっていきましょうか。マジでどんだけ時間かかるかわからないんですけど、まあ素材とか足りなかったらまた補充しないといけないですし、鉄のインゴットがこれだけありまして、レッドストーンはこれだけあって、金インゴットが、ワンスタックもないです。だからかなりギリギリな設計になるかとは思うんですけど、普通のレールが、何個いるんだろうねほんとわかんないんだけどさ、まあできる限り作ろう。さあさあ、ということで、ですね、レールとかパワードレールとか、目いっぱい作ってきましたんで、ドドーンと、まあこれだけあって足りなかったらもう知らん本当に知らん。ここの拠点にあるインゴットとかほぼほぼこれに使われてて本当今回の企画は相当な資源使ってますよ。まあこれで足りなかったらやばい。あ、ちょっと待った、いいとこあんじゃん、めちゃめちゃいいとこ発見。じゃあパワードレールをここに、あー、ちょっと問題あるな、ちょっと待ってね。マインオールと、一応ディックオールもオフにして、全部オフにして、ここを削って、ここにパワードレールを設置して、
でここにレール敷いて完璧でしょめっちゃいいとこあったんだけど発射台で、こんな感じで繋いでってよっしゃ完璧でしょ。で村がですね、あっちら辺に、あちょっと待って見えないな、村がこう来てあっちら辺にあるんで、まあ見えないんですけど、まあ描画距離的な関係であっちら辺にあるんで、こっから、村まで、一気に繋げていきたいなと思います。で一応パワードレールの間隔も調べたんですけど、ですね、パワードレールの間隔は30マスでいいらしいですね。でここにパワードレール、まあ設置したとしたら、ここから、30マス間を空けてまたパワードレールって感じでいいらしいです。いやー、なんとかつなぎきることができましたけど、正直ね、最初に用意した分じゃ足りなくて、まあ追加で作ったりとかして、まあなんとか村まで、つなぐことができました。じゃあ早速トロッコ作って、向こうの村まで、まあまあまあとりあえず自分が乗ってね、まあ、試運転でもしようかなと思います。よし、オッケー。トロッコの作り方なぜか覚えてるなぜか覚えてる。じゃあ早速パワードレールの上に乗して、乗ってで横にレッドストーントーチを置けばいけるはず。いけ、あれ行かないな。あ、行った行った行った、おーおーおお、来た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 。いや、これで行けるはずなんですけど、ちょっと理論上ね、理論上最高速度を保ったまま行けるはずこれどうなるかな。よし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 、なかなか疾走感って、おもろー。ちょっと待って、チビゾン、やめろやめろやめろ。ちょっと待って、これダイヤ装備を失うわけには、本当にかん、本当にかん、本当にかん。いやーマジね、この前三人称でやられまくった記憶があるからね、ちょっと一人称に変えた。オッケーオッケーオッケー。で俺が求めている村人さん探してトロッコで持って帰ればいいわけなんだけど、なかなか疾走感あってね、いい旅だったよ結構なんかカクつくかなと思ったけど、そうでもなかったね。意外とトロッコはいけるわ。確かね、レールの上にはトロッコが乗せれたんで、ちょっと畑壊させてもらって、ちょっと待って、よいしょ、畑潰して乗せてトロッコ、オッケーオッケーオッケー、来た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 。でこれでシフトを押したまま、トロッコをレールの上まで、持ってけばいい。よっしゃ来たー。時間かかったけど、ようやくレールの上に乗せることできた。よっしゃ、行ってこい。あー、ちょっと待って、はまる。ちょっと待った。やめ、やめろ、やめろ。ちょっと待った、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 待った。ここに土を詰めて、ちょっと待って。これ絶対はまんね。オッケー、オッケー、オッケー。あーぶなー。あーぶねー。あんなとこにね、はまられたらほんと困る。よっしゃ、行け。パワードレールさえ乗ればオッケー。第1号行ってこい。よっしゃ、これ、ちょっと、なんで戻ってくる？これね、村人さんがこの段差を乗り越えられないっていうことで、なるほど、こういう段差は考えてなかったな。じゃあまだパワードレールは残ってるんで、登りきれないところは、まあパワードレール足してあげましょうか。これでいったんじゃないか、さすがに一つ増やしたけど、どうだ、坂道はどう、これで。あー、いけるかな。ちょっと待って、あー、うーん、まあ、けどね、この山を乗り越えればあんま段差ないからいけると思うんだよね。ここら辺ですね、次は。ここにパワードレール設置して、オッケー、もう一回行こう。さあ行ってこい。ちょっと待って、水の中入った。いっけ、いけるだろう、これで。いいね、行った行った行った、オッケー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 。行ってる行ってる、行け行け、村人。なんかウケるな、この映像。ちょっと待った、ちょっと待った。史上最大の難関があるじゃないか、ちょっと待って。階段登れないでしょ、それだったら。ちょっと戻ってきちゃうから、ちょっと待って、さっさと応急処置しないと帰っちゃう。ちょっと待って、よし、オッケー、これで大丈夫じゃないかな。多分村人さん最後まで登りきれないんだよね。え、いけてる、いけるのか、いけるのか、いった。え、まあ、とりあえず第一村人さんどこに保管しとこうかな。あ、俺ん家でええか、俺ん家でいいですね、これは。じゃあ早速こんな感じで、まあこれ動画外で外しておくんで、こんな感じで入れればいいですかね、第一村人さん。多分これドアが邪魔になっちゃうんで、ドア外してあげて、
これで、ご利用してあげれば入るはず。オッケーオッケーオッケー、いいねいいね、うん、でこれで第一村人確保。こん中でねちょっと、子供を増やしてほしいところですね。これでおそらく、第二村人さん運べると思うんですけどこれレール式の雑なのは許してください。これ本当に、うん、めちゃめちゃ雑になっちゃったんだけど、まあこれはこれでいいということで、じゃあ早速第二村人さんちょっと拉致りましょうか。多分これでいけると思うんすけどね。よいしょ、いけ。どこで止まるかが分かればまあ対処できるので。おお、いったいった、やっぱいったわ。よし、いいぞいいぞいいぞ、よっしゃ、ここまで来たらもう安心で、第一村人が、逃げ出さないようにこういう感じで、原木で塞いでるんで、じゃあどうしようかな。でここ一旦破壊して、ドアも破壊してレールつけて、オッケーオッケー。早くやらないとね第一村人さんが逃げ出しちゃうんで。まだ柵もねつけてないので、これでオッケーオッケー。でこれでまあ一旦閉じましょう。まあ一旦閉じて、まあ、釣り人さんはねあんまり、あ、釣り人石炭でエメラルド作れるのか、作れるというか交換してくれるらしいんで、これはなかなかいいんじゃないか。ちょっと待った、第一村人どこ行ったお前。え、ここかな。あ、いたなんかここが家判定になってるんだけどまあとりあえず第一村人さんと第二村人さんゲットできたんで一段落って感じですね。いやー疲れた。 Thank you.